出てきたな、狂乱のタンク猫。今日こそ買ってやるからな。今回の秘密兵器、ウルフとウルルン、吹っ飛ばしまくれ、吹っ飛ばし祭りじゃーい。みなさんどうも、ガタイでっかいドイヒーです。カメ猫みたいになっちゃってるよ。みなさんいつもたくさんのコメントありがとうございます。あと自分のコメントが攻撃されても返信せずに無視しましょう。どうせ人を責めたコメントはブロックするので、みんなで楽しいコメント欄にしましょう。今日はみんな大好きにゃんこ大戦争。では今日もサボっていきましょう。いきなり寝てるんじゃないよ。うるせえ、そう言ってくれってコメントが来たからだよ。それでは今日はこちらのメンバーで狂乱のタンク猫に挑戦していきたいと思います。果たしてリベンジできるのか。ここはまずは最初に出てくるゴリラをムート猫で倒す作戦。引き寄せて引き寄せて、いけムート猫、一気にゴリラをやっつけてくれ。よろしくお願いします。ゴリラを倒す前に財布レベルは上げておこう。ゴリラでお金たっぷり。こんだけお金あったらプラレールのレールだけ買いまくろう。電車も買えよ、意味なくなっちゃうからさ。続いて登場、袋三姉妹。袋じゃなくて袋だから。奥から手提げ袋、買い物袋、金玉袋。最後汚すぎるだろう。アヒル三姉妹が出てくる前に袋三姉妹を倒しときたいね。だけどムート猫は頻繁に攻撃してくれないからな。僕みたいにグータラ。別にグータラしてるわけじゃないよ。さあもう一発いけ。これで袋三兄弟はさよなら。そろそろアヒル三姉妹が出てくるよ。こいつをじっくり倒しながらお金を貯めていこう。たっぷりとお金を集めてアヒルに渡して帰ってもらおう。そんなんじゃ帰ってくれないよ。攻撃回数が多いから徐々に前に攻めてきてるな。どうにかムート猫をみんなで守ってくれ。猫キングドラゴンは犠牲になってもいいからさ。なんてこと言うんだよ、重要なアタッカーだよ。だけど比べたらムート猫の方が絶対に大事。ゴリラが出てきたタイミングで大砲いけ。そしてムート猫の攻撃でやっつける。完璧な作戦だ。ここで狂乱のタンク猫登場。さっきゴリラはやっつけたばかりだから当分ザコ敵は出てこないぞ。このチャンスにたっぷり攻撃しまくろう。かなり作戦通りで今回勝てるんじゃないのかドイヒ。先生話しかけてこないでよ、毛が散るよ。気が散るだろ、毛が散っちゃったら先生みたいにハゲちゃうぞ。ここでウルフとウルルも到着。敵を吹っ飛ばしてくれるからサポーターとしてすごく助かるよね。どうにかアヒル出てくる前にフクロウ三姉妹を倒しときたいね。アヒル出てきてからが本当の戦いだからな。今はぶっちゃけただじゃれ合ってるのと同じだからね。今も本当の戦いだよ。ああムート猫がやられちゃった。これは大ピンチ。狂乱のタンク猫がちょっとでも前に進んじゃうと攻撃の届く範囲が広がっちゃうからね。ウルフとウルルン頑張って吹っ飛ばしてくれ。壁の猫たちも唾とかぶっかけて後ろに戻してよ。そんな攻撃ないから。ハヤブサイク登場。アヒルを倒すためだけに出したよ。アヒルとゴリラが一緒になっちゃったらグイグイ来るからね。早くアヒル倒さないと。お金はまだあるし渡したら帰ってくんないかな。まだその話言ってんのかよ。さあムート猫、アヒルを倒してくれ、お願いします。アヒルを倒して距離が縮まったのでここでさよなら。ハヤブサイク、ここでゴリラ登場。ゴリラと戦ってからハヤブサイクやられてほしかったね。ゴリラに完全に押されちゃってるよ、大ピンチ。ゴリラ対策でいけ、猫バルキリーと思ったけどもムート猫の攻撃でゴリラ倒しちゃったよ。猫バルキリー出す意味なかった。あじゅっぴじゅっぱー。そしてここでムート猫もやられてしまった。あじゅっぴじゅっぱー。最悪な状況だけどこの状況をみんなで耐えてゆく。アヒルを頑張って倒してくれ、猫バルキリー。猫バルキリーだけじゃ頼りないからハヤブサイクも行け。こんだけのメンバーが揃えばアヒルは余裕でしょう。ああ猫バルキリーがやられちゃったよ、最悪だ。
全く役に立たずにやられていってよ、ジュピジュパー。ジュピジュパー、連発の戦いだな。ここでゴリラさん姉妹参戦。なんとかアヒルは倒すことができたぞ。ウルフとウルルンも加わってゴリラを頑張って倒すんだ。いい感じでゴリラを倒していってるぞ。ゴリラを倒したところで今までありがとう、ハヤブサ行く。こっからはだいぶ前に進んできたからどんどんと後ろに吹っ飛ばす作業だ。そしてまた猫で攻撃していく。ここで間違って出しちゃった猫バルキリー登場。アヒル対策のために取っとかなきゃいけないのに簡単にやられて、アジュピジュバー。フクロウの時にどんだけ攻撃できるかが大事だねってムート猫やられちゃったよ。ムート猫くらいしか攻撃できるのいないのに。そしてここでアヒル登場。これはもう絶対絶命、負け確定。まだ諦めるなよ。だってここで出すために取っといた猫バルキリーさっき出しちゃったからね。ゴリラも出てきて最悪だけども、こっちはハヤブサ行け。頑張ってこの攻撃を耐えてくれって、意外に一気にやっつけてくね。ザコがいなくなると距離が縮まるので、さよならハヤブサイク。ザコがいなくなったらあとはみんなで攻撃しまくるだけだね。そしてまたアヒルが出てきたね。アヒルが出てきたらザコ対策のキャラを出す、これの繰り返しだね。そしてこちらはウルフとウルルン2体だよ。もう吹っ飛ばしまくりだ。違う星まで吹っ飛ばしちゃおう。もう違う星まで吹っ飛ばしちゃおう。そんなに吹っ飛ばせたら最強だよ。もうこれは2体で吹っ飛ばしてムート猫が攻撃すれば勝てるんじゃないの。ということで狂乱のタンク猫勝ちました。まだ勝ってないから。でも途中ウルフとウルルンが1体はやられちゃったけども、その後も吹っ飛ばして攻撃、吹っ飛ばして攻撃の繰り返しでなんとか戦えてるよ。って一気にみんないなくなっちゃったよ。あじゅっぺじゅっぱー。さすがにこれは負け確定。まだわからないだろう。どうにかアヒルとゴリラと戦ってるけども、徐々に徐々に進まれてるよ。これはもうきついでしょう。だけどここでウルフとウルルンとムート猫もう一度登場。頑張って後ろに吹っ飛ばしていく。こっから先に行かれなければ1時間も経てば勝てるでしょう。そんなに時間かけて戦う気かよ。でももう10分以上経ってるからな。正直見せ場のない戦いだよね。雑魚処理してタンク猫吹っ飛ばしての繰り返しだからね。まあ見せ場はないけども、確実に雑魚を処理してタンク猫にダメージを与えてってるぞ。この調子で頑張れって、タンク猫がちょっとずつ前に進んでる。これは危険だぞ。攻撃が届くようになって、ウルルンがやられちゃった。ムート猫もやられちゃった。これは大ピンチだけど、動画が盛り上がってきてるぞ。なんでピンチを喜んでんだよ。だけどムート猫のおかわりが来たし大ピンチじゃなかったわ。つまんないの。なんでつまんないんだよ、よかっただろう。またちゃんとザコを処理してウルフとウルルンが吹っ飛ばして、この流れ何回見ればいいんだろう。しまいには棒持ったハゲ先生も出てきたよ。これもハゲ先生なのかよ。だけど棒持ってるハゲ先生が加わったおかげですごい攻め込んできたよ。いつの間にかこっちの塔の近くまで来ちゃってるよ。まさかこんなに時間かけて負けちゃうのか。本当だよ、もう10時間ぐらい経ってるからね。そんなには経ってないわ。でも20分くらい経ってるからね。ウルフとウルルン頑張って一人で耐えてくれ。耐えたおかげでムート猫登場。これでピンチは免れるかな。まあ動画を面白くするためにわざとピンチにしたんだけどね。嘘をつくんじゃないよ。でもまだこっから攻められたらどうなるかわかんないよ。先生も心配性だな。そんなんだから頭が臭いんだよ。臭いの頭、ハゲてて臭いって最悪の頭じゃん。ゴリラ対策のハヤブサイクも出したし大丈夫だよ。ハヤブサイクがゴリラをしっかりと処理、ゴリラを倒したら今までありがとうハヤブサイク。ハヤブサ悲しい役目だな。
こっからはウルフとウルルンが狂乱のタンク猫を運よく吹っ飛ばしまくるのを祈るしかないね。結局運任せの戦い方かよ。こっからは吹っ飛ばし祭りの始まりでーい。吹っ飛ばし吹っ飛ばしポポンガポン、はい、吹っ飛ばし吹っ飛ばしポポンガポン、はい、吹っ飛ばしすぎてポポポンポンポン、ポポポンってなんだこの歌。しかもウルフとウルル吹っ飛ばさずにもうやられちゃってんじゃん。ムート猫もやられちゃって負け確定。確定とか言ってる場合じゃないよ。こっから負けるのはきついよ。アヒルにガンガン攻められたらもう終わりだね。ここは猫バルキリーに頑張ってもらおう。ウルフとウルルンも出せるようになったぞ。ここはこの二人に頑張ってもらうしかないな。厳しい戦いだったか。猫バルキリーでアヒルを倒し、ハヤブサイクでゴリラを倒す。なんとか乗り切ったぞ。だけどだいぶ攻め込まれてもうやばそう。狂乱のタンク猫にもう少し進まれたらもう負けだね。だがここからウルフとウルルンの吹っ飛ばし祭りの開催じゃい。ここから2体になるぞ。もう吹っ飛ばしが止まらないぞ。いくぞ吹っ飛ばし祭り。吹っ飛ばし吹っ飛ばしポポンガポン、はい、吹っ飛ばし吹っ飛ばしポポンガポン、はい、吹っ飛ばしすぎてポポポンポンポン、ポポポン。敵の塔まで吹っ飛ばしてきちゃったよ。さすが吹っ飛ばし祭り。だがそれでもやられない狂乱のタンク猫。こいつ強すぎだろう。アタッカーがムート猫しかいないからきつすぎだね。だけどここでようやくムート猫がまた出せるようになったよ。これで倒してくれるのを祈るしかない。もう30分も戦ってるからね、そろそろ終わりにしてほしいよ。ここで狂乱のタンク猫倒した。やったー。なんとか倒すことができたよ。よかった。狂乱のタンク猫さえいなくなれば余裕。あとは塔を倒してクリア。何度も負けてたけどもようやく倒すことができたよ。これで狂乱のタンク猫ゲット。こいつさえいればもうレジェンドステージ全部クリアできるでしょう。そんなに甘くないと思うよ。この調子でどんどん狂乱の猫たちを倒していこう。というわけで今日はここまで。皆さんよかったら高評価もお願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。